ディオール・シャンバダールは、イスラエルの指揮者。テルアビーブの生まれ、幼少時より、ビオラとトロンボーン、指揮法と作曲を学ぶ。ザルツブルクのモーツァルテウム音楽院で、カール・メレスに、指揮法を指示した後、ウィーン国立音楽院で、ハンス・スワルフスキーの門下となる。さらに、イタリアでも、フランコ・フェラーラや、カルロ・マディア・ジュリーニらの下で研鑽を重ねる。一方で作曲は、 ビトルトルトスワフスキに支持していた。1980年にイスラエルのハイファ公共楽団の主席指揮者に就任し、1986年にはテルアビブ室内管弦楽団の音楽監督に転任。1993年から2000年までドイツのカイザー・スラウテルン歌劇場の 音楽総監督となり、1997年から2019年まで、ベルリンシンホニカーの主席指揮者となった。2000年から2003年までは、ルブリナのスロベニア放送交響楽団の主席指揮者も、兼任した。ルドルフ・マクドシンスキー。2019年8月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年9月4日閲覧。 アーカイブ2019年3月29日、ウェイバックマシンリオールシャンバダールディスクックス。ありがとうございます。